まあ泣くかなとは思ったんですけど、うん、もう本当に感謝しきれないぐらいあの馬に、うん、あのまあ前コメント出たのと一緒なんですけど、本当にもうたくさんのことを学ばせてもらって、あの馬には本当感謝しきれない、うん、本当それ一言につけます。もう本当にありがとうと、もう最後も、まあ、本当は笑って迎えればよかったんですけど、もっとエフフォーリアのために僕自身してあげられることがあったんじゃないかなと思いますし、それとは逆にエフフォーリアは僕に本当にいろんなことを経験させてくれたので、このエフフォーリアがくれた経験を僕自身今後いろいろ、なんだろう、僕自身の経験糧にして僕自身もっと成長していきたいなと思います。僕自身も慣れたっていう意味では、そうですね、あの本当にすごく成績を残した名馬でもやっぱりこう足元が壊れてしまえば元も子もないですし、あの最後はあのこの馬の強さを出すことができなくてね、見せることができなくて終わってしまったのはすごく残念なんですけど、まあ、まだまだ第二の馬生がありますし、あのそういった意味ではあの無事に死亡になれたっていうことはあのすごく大事ですし、良かったことかなと思います。託されるわけだけど、そうですね、あの、まあ、もちろん、うん、あの子供とエフォーリアの子供と、まあ、大きいところを取れれば、うん、それは嬉しいですし願いでもありますけど、まあ、まずそれ以上にあのエフォーリアが幸せな何の人生を歩んでくれたらないいなと思います。それにつきます。幸せになったのです。僕はもうあの子に対していつも鞭叩くことしかできなかったから、本当しんどかったでしょうし、僕に鞭叩かれて、まあそれが僕の仕事でもあるから致し方ない部分はあるんですけど、これから鞭叩かれることもないですから、本当幸せになって、幸せに無事に楽しく過ごしていけたらいいなと思います。はい。F もたけしで喜んでるよね。うん。ちょっと乗ってくれて。そうやったらいいんですけどね。うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。